Round one. さあベスト8第2試合、葉山対シロキング。今日2人で一緒に来たこの2人がベスト82回戦で当たる、葉山さんがスパ4でジュリ2万 BP、 シロキンが1万6000の竜。さっきプレイ見てたんですよ、シロキンが竜でチューチュー台をしっかりできるようになったんで。そう言わなかった。そのアピールしながらもジャイス吸って受け身取って後退安定、でレイジ発動しているハーマーキング。ただこのメディアンステージ飛んでしまったところにマルスが引っかかって、アスカルとアスカイ貢献からローズピケ200秒当たらない。さあいらっしゃいませとジャイスイロブロブロロブロもう一回。さあこのまま行くのか。さあ危ないワンチャンしてるタイプのままアワキン突っ込んで1本目選手したのはシロキング。さあスカリにダメージの上がったスクスクマジで減るな。さあシャイニングブレーンバスターが出てしまったけど通ったので問題なし。左投げ抜けていく。ちょっと止めあれアスタイ攻撃かな。なんとかカレコレとか言われてさあ赤ゲージいっぱい抱えて無理して帰ってたけど、まあ結果的に安く済む。背面投げは見えないんでどうしようもない。横転したところにライトレイジ、ここで終了してしまう白金のアマーキング。さあ細かい技でモリモリダメージ取っていき、本人にしゃがんでかわすも、思わず会場静まり返ったんだけど。もう当たるかと思ったらもうやめろよ。投げ抜けてホーミング、無事に起き上がれるのサイディぶっ放し、ピンチダウンからトゥースマ返していきホーミング。やはりリリーの横移動を警戒しているのか、ライジングタクト。レバーが跳ねてしまったところにラウンド3タクト振られて、セットカウント1-1に3カウント目のライン開幕からライジングタクト、スローバウンドから叩きつけ、さあスクリューとクロスショットを交差してダウンバーストまで決めて、その後をフォローしてダウン投げまで決めていく。あっという間に6割ゲットして、リリーのレイジが発動してシュニング出し切っていく。交代ができないけど死んだんじゃねえのこれ。マルス決めて、さあサルドクラッシュ、じゃあイスイ、さあ無事に受け身取れるか、取れた。ホーミングタロスおまけつき、さああとは削るだけ。暴発オーストライ出てしまうのも問題ない体力差、冷静にナマロを置いてリーチなのシロキング。さあから相打ち OK、 さあサルト使ってコンゴをサムスにかぶってしまい、さあ何度か見たこの光景、座れるようにジャイスに決める。ジャックスクリューぐらい周りがあるんじゃないですかね、本当に。ただスクリューこれ下がってアンガルド、さあ随分短期で刻んだアスタイ光景からローズピケ、うまく陸上部を回していきレイジ発動してるシロキングロッキングユリフェーム、オーミー行ってほしい、お互いマッターホルン対アドバス、どっちもどっちセットカウント2にファイナルラウンドまで持ってこみ、フェンギリックスクック決めて各半と細かい連携であっという間に6割ゲット。寝たきり同時に決め込んでやり過ごして、なんとかここでレオを返してリリーが出てくる。お腹痛いからさあレイジ発動しているので若干軽減はしているのよ。お互いタルクさん本命飛ぶ、さあアクロバティックが動くして拾えない、さあ地域になってきてホライゾンスライド、カウンターからコンボいかないが有利ブレイブレーデルワイス葉山逆三立て